はい、コナンです。ドラゴンプロジェクトをやっていきたいと思います。今日はね、シークレットうずく古傷、こちらやっていきたいと思います。レッドゲグリを討伐して、さあやっていきましょう。カカラ砂漠の夜ですね。レッドゲグリを倒して、今ね9個ゲットしているので、あと1個でシークレットミッションクリアです。これがね、なかなかゲットできないんだよね。このドラゴンプロジェクト結構面白いよね。僕もね結構やり込んでいます。結構ねこのゲーム長時間やっちゃうんだよね。さあ武器をちょっと変えてみましょう。ブレッジオブギルド、雑魚キャラの時はね、まあ大ぶりの武器よりこのブレッジオブギルドとかね、あと双剣とかね、結構軽く振り回せる武器の方が使いやすいような感じはしますよね。まあ威力自体はねそんなに強くないんだけどね。さあレッドゲグリレベル29。おっと、大型モンスター接近です。さあなんだ、おお、こいつか。羊かウサギか、なんでしょう。キラキラムームーレベル25ですね。やっていきましょう。結構ね報酬がいいんだよね、大型ボス。まあ、たくさん報酬をゲットして武器を強化したいと思います。 V 破壊成功です。うまくね V 破壊をすると報酬が上乗せされるのでいいですね。さあ行きましょう。グレイシャーランス、おっとちょっと届いてない感じはありますけども、強力だよねこれね。 SS ランクのマギですね。さあ尻尾をね切り落としたいと思います。さあレベル25のキラキラムームー、もうあと少しですね。ちょっと弱点をつける属性の武器ではありませんが、なんとかいけそうですね。さあバッサバッサと切っていきます。回復します。癒しの波動、これはね結構使えますね。200ぐらい体力が回復するので非常に助かっています。さあまたグレシアランス派手だよね。さあ倒すことができました。サブミッションも3つこなして、報酬の方がおっと結構たくさんアイテム報酬ありますね。これは非常に嬉しい。さあカカラ砂漠続けていきましょう。さあ武器をブレッジオブギルドに持ち替えました。これもどうなんだろう、この槍みたいなやつあまりね普段使っていませんが、結構射程距離が長いというか、まあ、使い方によってはいいよね。さあなかなか最後の1個が、おっとここでまた大型モンスター接近だ。これは何でしょう。おお、キラキラムームーのレベル25。さあまた先ほどと同じように大量にアイテムゲットしたいと思います。大量にアイテムをゲットするにはサブミッションもこなしながら、そして V 破壊をしてね、レアな角とかね欲しいよね。おっと狙われた、これミサイルみたいなのはちょっと要注意ですね。非常に恐ろしい。おっとダウンしている、これはチャンスですよ。ダウンしている時はもうめった切りですね。さあビクトリー勝ちました。さて気になる報酬の方は、サブミッションもこなして、おお今回結構いっぱいあるね。角も S ランクの角もゲットすることができました。これは非常に嬉しい。さあレッドゲグリミッションの方がねなかなかクリア進みませんが、おこれで納品 OK。 夜の砂漠に人の影、ミッションクリアですと報告に行こうと思ったら、また大型モンスター、大型モンスター多いね。まあ報酬がね結構いいので、まあ嬉しいですけども、またキラキラムームーのレベル25。さあウィークポイント狙いながらの、おっとダウンしている、今チャンス、めった切りです。
サービクトリー、気になる報酬の方は、さあどうでしょうかね。今僕はねレベル38ですね。先ほどより少ないですが、そこそこ報酬ゲットしました。さあミッションの報告いきましょう。シークレットミッション、夜の砂漠に人の影。なるほど、深夜の砂漠、怪しいモンスター現れています。こんな夜中に何をしているって、それはね戦ってますよ。さあミッションクリア。おっと、解放されましたね。新しいエリアが解放されました。そしてまた次の依頼やっていきましょうか。おっと、まだ砂漠の奥の方が解放されました。裏カカラス砂漠進めていきます。結構ねここは敵が強いので、武器がねゲグリドスブレイドでいきたいと思います。さあさらに奥の方に進んでいきましょう。おっと、いきなり大型モンスターが接近していると。おっと、これは強そうだ。レベル25のウィンブルム、これは強いですよ。火を吐いてくるので、そこをその時ちょっと注意しないと、かなりね大ダメージを負ってしまいます。さあグレイシャーランス決まりましたね。グレイシャーランスは結構このウィンブルムには有効ではないかと思いますね。おっと、火を吹いてきた。これは要注意、岩陰に隠れます。さあそして接近していって懐に入って尻尾をねまず狙って切り落としたいと思います。なかなか難しい。この火を吐いて、あっと燃えた、燃える燃える、消えろ消えろ。おっと、なんとか消えました。これね結構要注意です。回復しながら、さあ懐に入り込んでこの頭のあたり狙っていきましょう。さあ尻尾にウィークポイントありますね。おっと、バックウィークポイント入った、ダウンしました。さあべった切りいきます。なんとかいけるかな。もうあと少しですね。まだ時間は2分ぐらいあるので、まあ時間切れにはならないでしょう。さあこの暴れる尻尾、この辺りも注意ですね。さあ回復しながら、さあ最後ラストスパート、ウィークポイント尻尾ありますね。なんとか切り落としたいんですけどね。 V 破壊のね報酬があるので、もうあと一息だ。とどめを刺したいところ。おっと、これでビクトリー。さあ報酬の方がちょっと苦戦したので、サブミッションの方はねちょっと微妙ですけども、おっと一応ねゲットすることできました。さあどんどんストーリー進めていきたいと思います。29%、まあ微妙ですね。さあ裏カカラ砂漠の奥にはこの溶岩地帯がありますね。またここの辺りも非常に楽しみです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。